こんにちは皆さん、スプレーアートのベロちゃんです。ここに来てからもう何年も経ってるからもうほとんど慣れたけど、たまにはメキシコを思い出すと懐かしいことがいっぱいあります。その中で一つは食べ物です。今日は沖縄でメキシコ料理のレストランがあって食べに行きたいと思います。皆さんにメキシコはどんな料理か紹介したいと思います。行きましょうか。今もレストランに着いてもうオーダーしちゃったタコスなんだけど、タコスは多分一番好きな料理でタコスを紹介します。じゃーん、これタコス、これはタコスです。これ中は肉、あとパイナップルとパクチーです。あとはもちろんレモンを入れる。でソース、いろんなソースがあるけど、今回はこれトマトと玉ねぎ。おいしい、本当においしい。懐かしいな、味嬉しい、本当に嬉しい。本当に来てよかった。それでメキシコはいっぱい料理がありますけど、これは多分一番人気の料理、みんな知ってる料理だから、もしチャンスがあればメキシコのレストランに行って食べてみて。またじゃあね、ベロちゃんでした。